四枠諸島。四枠諸島は、瀬戸内海に浮かぶ諸島。四役とも読む。四枠島とも呼ばれ、瀬戸内海の中でも、岡山県と香川県に挟まれた西尾山瀬戸に浮かぶ、大小合わせて28の島々からなり、岡山県側は、笠岡諸島。名の由来は、塩役とも、塩枠とも言う。戦国時代には、四枠水軍が活躍し、 江戸時代は人名による自治が行われたが、近年は過疎化が進んでいる。ノートック。古代から海上交通の要衝で、潮流の早い西日山瀬戸に浮かぶ四枠諸島は、総戦にたけた島民が住んだと考えられており、厳平合戦における、八島の戦い、県武の申請から離反し、九州に逃れた、足利高氏の最上落の戦い、和光などで活動したとする説がある。 また、法年が1207年、県営2年、上限元,元年の上限の法難の際、流刑先の佐抜国に向かう途中、一時滞在している。戦国時代には、四枠水軍と呼ばれ、勢力を持っていたと考えられている。織田信長は、天正五年、1577年に、境へと入港する四枠船に対し、他国船は航路を譲ることを命じ、豊臣秀吉は、 天正十四年、1588年の九州征伐に際して兵を運ぶ船を出させ、天正十八年、1590年には船方百五十人を、雇用船方とし、本島、広島、吉島、ひ石島,島、手島、高献島、牛島の四枠七島二百五十国を与える。徳川家康も、関ヶ原の戦い直後の慶長を年、 1600年9月28日に、大阪城西の丸で秀吉と同様に船方に、四枠七島を安堵し、四枠諸島は、自治領として、江戸時代を過ごすこととなる。徳川家康から安堵を受けた、雇用戦方は、人命と呼ばれ、人命株により接収され、政務は、人命の中から選ばれた四人の年寄りが金盤で、取った。長はと呼ばれ今も本当に、 主枠金番書として残り、多くの衆院場と共に見ることができる。漢文十二年、六百七十二年、河村瑞賢が、出和国の米を江戸に運ぶべく西巡る海運を、確立すると、主枠の島民は、その運行を一手に担い、荒井白石が、大湯海運期で、主枠の戦績、特に関検成功、他州に見るべきに日と記した海船に乗り、江戸や大阪など、 諸国の港を出入りする。海戦は、コンピラ大権限の旗を掲げて、諸国を巡ったと伝わり、これは、コンピラ大権限が航海の神として、広く知られた由来とする説がある。またこの頃に、聖島沖の奏手と呼ばれた漁場を巡って、高松藩と争い、幕府表情書で、大岡忠助ら奉行から、漁場は双方でもせよとの採決を受けている。教法 1721年に海鮮の運航権を大阪の海鮮丼屋に奪われると、島民はそれまでの船大工の技術を活かし屋大工や宮大工へと転身し、主枠大工と呼ばれ、瀬戸内海沿岸を中心に建築を行い、本島泊の大江門平常信は、木曆神社本拝殿、生の浜の立花岩五郎は、備中国分寺五十頭と全通寺五十頭を建てる。なお、この五郎を、 西島極楽寺に残る私枠当初自覚は、島内で暮らしを立てるのは難しく、男子は12、3歳から他国で水夫をしたり、多くは大工職として金国に出稼ぎに出たと記している。幕末の万元元年、1860年、日米修好通商条約の批准書を交換すべく、県米施設団を乗せた、米軍官方派単号の随伴として、太平洋を横断した管理丸の水夫は、 五十名中三十五名を、主枠の島民が占める、日本人の陸民は九十六名。慶応四年、1868年1月、本島博の人命と小坂の人命株を持たない真央と、盲との間で人命株をめぐって、争いが生じ、小坂の漁師は、博の集落を襲い得をぶち壊す。それに対して、博の人命は、他の島からも人を集め、小坂を焼き払い、 小坂は十八名の死者を出す。明治二年、1869年に、藩籍奉還が行われ、その翌年の明治三年、1870年に、諸悪諸島が属した倉敷県は人命に対し、藩政改革により、諸悪の領地庫を没収し、衆院上はこれを官能すべしと命じ、人命制は終焉を迎え、その後も人命の子孫は、地主や、 漁業権者としての特権を保持するが、太平洋戦争後の農地改革と漁業法改正により失われる。明治維新以降、神戸と横浜で西洋家具が盛んに作られるようになった。神戸では自社大工集団の主枠大工の一部が転職しその石になったと言われている。戦後の島民は漁業を主な産業としていた。吉間と 小吉島では良質の花崗岩が産出したので、採石業が盛んであった。昭和63年、1988年に、瀬戸大橋が、ひ石島、岩黒島、羽根、佐島、吉島、三つ後島を渡ってかかると観光業の振興が期待された。吉島には750台の駐車場を備えた、吉島パーキングエリアが建設され、隣接して、 観光商業施設、フィッシャーマンズワーフが、京阪電鉄によって建設された。オープン後数年は、年間500万人を集客したが、ブームが過ぎると急激に客足が遠のいた。京阪電鉄は手を引いて、建設会社に移管したが、客足は回復せず、2011年、平成23年11月に閉鎖へ追い込まれた。閉鎖後はしばらく放置されていたが、二0 1三年、 平成25年になって建物が解体された。フィッシャーマンズワーフ周辺も土産物屋などが便乗して立ったがすべて閉店している。一部は放置されて廃墟となっている。このあたりの説明は吉間も参照。小吉間にはアクア小吉間というリゾートホテルが完成したがオープン後間もなく運営業者が破綻して閉鎖され、2007年。 平成19年国税局によって3615万円で民間に売却された。ヨ島の採石業は蒸気施設等に土地を譲渡する形で大幅に縮小した。小ヨ島の採石業は資源の枯渇と海外からの安価な石材輸入によって圧迫され、輸入石材の加工がメインの産業となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。